駅定は北海道の駅亭制度のための施設として供され、現存している数少ない駅亭である。別海、別島が、西別への分岐点となる駅亭であり、また別海町にあった9つの駅亭のうち、現存している、唯一のものである。所在は、北海道の付郡別海町奥行き15番地12、で、国道243号線と、 国道二百四十四号線の分岐点にあたる。国の史跡、及び北海道指定有形文化財に指定されている。毎年5月1日から10月末まで、一般公開されている。2021年、別海町教育委員会は、旧奥行き薄駅停車、旧国鉄奥行き薄駅、旧別海村駅同風連線、奥行き停留所などが集中する。 約23ヘクタールを、奥行き薄史跡公園として整備する方針を固めた。北海道根室振興局ホームページ9、奥行き薄駅定所、別海9奥行き薄駅定、史跡に文化新東新家仙沼、泣き砂は、天然記念物。北海道新聞。AB、旧奥行き薄駅定所改修へ別会の、国史跡一般公開中止。 北海道新聞。ABQ 奥行き薄液定書、マイナス国指定文化財等データベースハットエ b 味と、催しどっさり。明治の姿堂々別会奥行き薄液定祭同有形文化財指定も祝う。北海道新聞。別海町が、本年度級奥行き薄液定書整備へ、専門家が、修繕計画策定。北海道新聞。 ABC、奥行き地区23ヘクタール、史跡公園に、別海町脅威方針分解散まとめ観光名所か、北海道新聞2021年6月1日、2021年6月2日、閲覧。ありがとうございます。